はいどうも矢沢です。今回はシングルスロットのリスクについて考えるというテーマでお送りします。ぜひ最後までご覧ください。 はい、改めましてザーです。今回はシングルスロットのリスクについて考えるというテーマでお送りしたいんですけれどもなぜまあこういうタイミングでこのテーマにしたかというとですね、まあ、1週間弱ぐらい前でしょうかソニーから α7C2 の C の新型ですねあとは高画素版の CR っていうものが出ました。 α7C、まあの、えー、ラインっていうのはコンパクトを売りにしているので、まあ、小型軽量でね、えー、それが非常に魅力なんですけど、まあ、それの宿命としてカードスロットが1個しかないんですよ。うん、なんです、まあ、いわゆるシングルスロットっていうとこなんですけどで他のソニーの α の1桁機に関して言うと全部他はまはあ、筐体が大きいということもあってダブルスロットなんですよね。うん でこのダブルスロットとシングルスロット何がどう違うのかっていうところまあうちのチャンネルの視聴者さんは、まあ、中級者から上級者の方が多いのでまあそれぞれのメリットデメリットっていうのは、まあ、十分把握されてると思うんですが、まあ、中にはコンデジしか使ったことがないとか小型の APS-C しか使ったことがないそもそもシングルスロットのカメラしか知らないんだけどダブルって何って方もいらっしゃると思うんで、まあ、簡単にねご説明したいと思うんですけど 要は、まあ、カメラの機種、割かし上位機種になってくるとダブルスロット、まあ、メモリカードが2枚させるんですよね。でこれ今、FX3 です、はい。ソニーの FX3 という、まあ、カメラでこうやって、分かりますかね、2枚させるようになっておりまして、これはソニーの α の特徴なんですけど、あの1つのスロットに2種類のカードさせるんですよね。これ今、CF エクスペースのタイプ A ってやつなんですけど、これ、両方させます。 はい、せますで同じスロットに SD カードこれ、ね、SD ですけどこれもさせるんですよね、うん、あの1つのスロットに2枚一緒には挿さないですけどこういう同じスロットに2種類の、ね、カードがさせるっていうのがソニーの特徴ですで例えば、ね、スロット1にタイプ A スロット2に SD こういう、ね、違う種類のものを 逆もできますけどまあ非常にねこれ便利だったりするんですがまあほとんど私はもう SD カードって怖いんで使ってないんですけど、まあ、タイプ A がタイプ B ですね2個の場合はタイプ B を使っておりまして、まあ、基本的にはダブルスロットのカメラしか仕事では使わないようにしています、うん、でダブルスロットのメリットは何があるのかっていうところなんですけど。 まあ主に大きく分けて3つあります。で、1つは同時記録バックアップ記録という呼び方もします。けれども、2つのスロットに同じデータを書き込むことができるわけです。うん。私は100%これでやってます。で、これのメリットというのはもうバックアップという呼び方からもわかるように、どちらかのカードに何かしらのエラーが起きても1つは生きてるわけですよね。うんなので完全にデータがなくなるっていうことが防げるわけです。 で私は過去にもう25年ぐらいこの仕事やってますけど SD カードだけですけどカーードエラーが3回ぐらい起きてます、うん、それで読み込めなかったっていうことがやっぱりあるんですよね。でその時にもう1枚のカードで記録していて助かったということがやっぱりあるんですよ。うん、あるのでまあ仕事をプライベートに関係なくもう同時記録バックアップ記録をもう習慣づけています。 はい、であとはリレー記録というのができます。リレー記録というのは、まあ、1のスロットが満タンになったら自動的に2のスロットに移るとこうすることによって、まあ、長時間、ね、動画だったら長時間。 静止が立ったら枚数多めに取るるいうことができるんできんすけどただこれはシングルスロットと変わらないのでまあよほどの非常時でない限りまずこれを選択することはないですかね私は一度もやったことがないです。あとはローと JPEG の振り分け記録ということもできますがこれも私やったことなくて一つのスロットにロー一つのスロットに JPEG っていうまあ分けてね振り分けて記録できることを言うんですけどあの例えば JPEG が飛んでしまって でもローが残ってればなんだから私としては何か誰かにデータを即渡さなきゃいけないとかそういった特別な事情がない限りはちょっと怖くてやれないかなっていうところがあるのでやっぱりなんだかんだ言って同時記録っていうのが、まあ、もちろんその分カードの枚数とか容量は必要になってくるんですけどリスクヘッジということを私はもう最優先に考えているので、まあ、そういうやり方にしていますね。うん でそれに対してシングルスロットっていうのはそういうことが一切できないただ記録するだけですしもしカードにエラーが、ね、出てしまって読み込めないってなった時に、まあ、例えば、ね、あのカード会社の保証とかで、ね、メモリーカードそのものを新品に交換してもらえたとしてもその時にエラーが出て読み込めないデータは戻ってきませんよね。うん、復旧ソフトで、 運よく普及できれば本当に運がいいだけなんですけどまだそのリスクを考えたときにまあ絶対に自分は仕事でシングルスロットのカメラは使わないです。はい、であとシングルスロットのカメラで仕事している人も信用しないです。で自分が依頼する側だったら絶対に依頼したくないです。うん、エラーが出た時どうするのってまず聞きますよね、うん。お金で解決できるものばっかりじゃないじゃないですか。ね皆さんだってお子さんのね成長記録プライベートで撮ってたって。 運動会一生懸命撮ったけど帰ったらエラーが出て読み込めなくなったっつったら奥さんにどう,どういう顔されるかなっていうのが結構恐怖でしょなので私は基本的にはもうリスクヘッジっていうことをもう最優先に考えて同時記録にしていますでと言いながらもですね <laughs> あの今撮ってるこのカメラ、えー、ソニーの z v 1 II というコンデジなんですよね、うん、コンデジなので当然ですけどシングルスロットしかも SD ですはい じゃあお前も使ってんじゃねえかよって思われるかもしんないんですけどこれはもももし何かかかあっても誰にも迷惑かかんないですよ、うん、今こうやって YouTube で話をしている一人で喋っている時に使っていることが多いのでまあ仮にこの後ねカード抜いてエラが出たってなってもああ自分的にはああと思いますけどもう一回喋り直せば済むことですしあとはこれ生配信の時使ってるんですよね。 うん、なのでその時は録画もしていないのでとりあえず映りゃいいやっていう感じなんですよ。で、まあ、コンテージにしてる理由っていうのは、まあ、場所を取らないっていうとこですね実はあのスチール棚にクランプでくくりつけてるんですけどそうやってなるべく場所を取りたくない固定にしているっていう感じに割り切った使い方をしているのでそれはそれでいいんです。でたまにうちにゲストで誰か来てくれて2人で喋るような時には、えー、まあさっきのね FX3 とかもう一つ α7S3 とかありますけどダブルスロットで必ず記録しています。 はいまあ、そういうような使い分けをしていますね。はい、で最初に α7C2 と CR の話をしましたけれども。あの C2 に関しては初代 α7C から大幅にエンジンから何から入れ替わって改良されてまあコンパクトな筐体そのままに出てきたというところまあもともと C はねコンパクトな C なのでまあ筐体がでかくなっちゃったら C じゃないよねってなっちゃうんでまあ順当な感じだったんですけどおやごやってなってきてるのが CR の方ですよね。<laughs> CR の方が6100万画素でセンサーは α7R5 と同じ。 センサーが積まれていて六千百万画素なので相当ハイスペックにはなっているわけですよ。でありながら筐体がアルファセブン C ツーと同じ筐体なのでシングルスロットなんですよね。でしかもタイプ A ではなくって S D カードのみっていうことなんですよ。でシャッタースピードに関しても四千分の一までしか上げられない。でストロボの同調速度に関しても百六十分の一までしか上げられないというところで、それでいて価格は四十五万円するんですよね。 うん、C2 に関しては初代からの順当な進化エンジンが変わったりとかあと円安の関係とか、まあ、いろんなことがあるのでまあまあまあこんなもんでしょうって大体30万円ぐらいで売られてるんですけどまあこんなもんだよねっていうところはあるんですけど CR に関して言うと45万円してこのスペック しかも SD カードをシングルって何なんっていうところは日が経ってくると思いますね私体験会に参加させていただいていろいろメーカーさんの方からご説明を受けたりもしましたけどその時はやっぱり新しいねあのカメラを手にしたという高揚感みたいなのがあるんでうわすげえなーと思うわけです。やっぱあのコンパクトな ね、筐体に6100万画素でこれも詰め込んでこれも詰め込んでみたいな特に AI プロセッシングユニットなんか詰め込んじゃってすごい被写体の認識度なんですよねそういうのを見たりとかするとおーと思うんですけどまあ一晩開けて冷静になってあと周囲の方の意見なんかもいろいろ聞こえてくるとちょっとちぐはくかなと。で特にまあ繰り返しになりますけど、まあ、シングルでうんしかも SD でっていうところはなぜだったのかなちょっともったいないよなと。 いいうふううににちょっっと思うようになっていますでこれは完全に邪推なんですけどアルファ 7C2 と CR って筐体がほぼほぼ一緒なんですよね、うん。なのでその生産ラインをある程度統一したかったのかなとコスト面ですよねっていうところが一つ理由としてあるのかなと。でもう一つはあのタイプ A 使ったことある人だとわかると思うんですけどこれねめっちゃ熱もつんですよ。うん 熱熱ってなるぐらい熱持つんですこれカードで録画している特に動画なんですけど動画をね 4K で記録している時とかあとはこれをリーダーで読み込んでいる時とかまあタイプ B の比較にならないぐらい熱くなるんですね。なのでひょっとするとコンパクトな筐体でタイプ A を使ってしまうと熱問題が発生するのかなっていうのもまあアルフ α 使ってる私からするとちょっとこれも両方とも邪水ですよ。邪水ですけど 思ったりもします、ねうんまあなので α7CR 高画素版の方ですけれども、うん、まあちょっとそこら辺でスペックに対していろいろと足りていなかったりとか。 ここはすごいけどここめちゃめちゃ足りねえじゃんっていうこのバランスの恐れなさっていうのがちょっっっと目立ててきたかなっていう感じですよねなのでまあもし自分が買うんだったら同じセンサーだったら α7R5 ですかそちらの方をもし買うんだったらですよ買うんだったらそっち選ぶなって思うんですけどまあとはいえシングルスロットでもいいからあの筐体コンパクトさが好きなんだよねっていう方もいらっしゃると思うんでまあそこはもうね好きにご自身のお金なので好きに選んでいただいていいと思うんですけど。 あの先日ねソニーのカメラを中古で買う時の注意点っていう中でも言ったんですけどあのリスクとかそういったここはこうなんだよっていうことを承知の上で買うのと知らずして買うのとってめちゃくちゃ違うと思うんですよ。で知らずして買って後で何か問題が起きた思ったのと違ったってなったらめちゃめちゃ後悔するでしょ。うん、これはまあ今回のアルファだけじゃないですよ。アルファだけじゃなくていろんなものに対して共通して言えるんですけど。で まあこれは実際に先行して体験している人間あとは仕事でカメラを扱っている人間からしてやはり趣味でで撮っっっててらししゃるる方とととはまたちょっと違うう関わりをしていると思うんですよねそういった中で何を伝えるべきだろうかと自分に問うた場合やっぱりその自分の経験であるとか、まあ、想像の域かもしれないですけど、うん、そのリスクっていうものは伝えていきたいなって思うんですよね。うん 五感バッテリーの件に以前触れた時にも結構炎上になるぐらいだいぶ叩かれましたけどあれは私は言ってて何一つ間違っていないと思ってるんです今でも、うん。やっぱり自分はバッテリーが何かね膨張してエラーを起こしてっていうことは一度も経験がないですけど周囲にはやっぱりいるんですよね。うん、でそうういったたことを総合して考えた時にもう後から 後悔するよりは事前に自分の動画を見ていただいて1人でも2人でもあ、なるほどそういうことがあるのかとじゃあ自分はそういう風にならないように気をつけようっていう方が増えてくれればそれでいいかなと思っているんですよねなのでダブルスロットでもシングルで普段撮ってますっていう方もいらっしゃるかと思うんですけどデータなくなった時のことを考えましょうよっていうとこです <laughs> まあ自分がちょっとちょこちょこっとね、えー、それこそ SNS 用に気軽に撮ったやつが飛んだだけだったらまあいいやっていうかもしんないですけどまあ取り返しがつかない現場っていうのもありますよねその時にそのシングルで撮るっていうことが習慣になってしまっていると多分そこに対して注意がいかなくなると思うんですよね。うん、なのでそこはすごく思っていてでちなみにソニーの場合はこれ2枚挿してないと録画できないっていう状態、まあ、設定ができるんです。 で私はそれに常にしてます、うん、家でちょこっと試し撮りするときにもなんか二枚入ってないとできないのでそのときはうんってなるときありますけどでもそういうふうにしておいてなるべくね差し忘れっていうことをなくそうと思ってるんですよね、うん、でまあここに来てまた私常々しつこく言ってますけどニコンの Z の録画なんとかなんないかなって思ってんですよねニコンの Z って動画になると 片方ねしか録画できないんですよ、うん。で、これ例えばスロット1にしか録画ができない1点だったらまだわかるんですけど、あのスロット2にしかカード挿さなかったらスロット2で録画できるんですよね。<laughs> ということって思いません。あの片方ずつだったら1でも2でも記録できるんですよ。でもあの両方挿すと1にしか記録されないですよね。これ多分設定で確かどっちかに変えられたかな変えられたような気もしますけど。 あのどっちのスロットにも <laughs> まあすごく幼稚な言い方すると配線が通ってるわけじゃないですか <laughs> 配線が通ってるのになんで両方一緒に記録できないんだろうなっていう不思議でならないんですけど私はなのでそこがダブルスロット同時記録バックアップ記録ができるようにならないとニコンのカメラで動画は撮りたくないなって思いますね。ここれれ Z9 Z8 でででででででもでもも 8K ききなないいんんすすすよよしかとか HD らがと 労働画でこの時だけはシングルで勘弁してくれっていうのはまだわかるんですけど HD で録画できないダブルスロットで記録できないってどういうことって思いません、うん、そこはねニコンさんにはちょっとしつこく言っていみたいと思いますね、うん、そこを改良しないと多分プロの現場でニコンの Z は特に映像面ですよね、うん、普及しないと思います少なくとも私は使わないです、うん、あのなんとかしてください で私はは写真はニコン動画はソニーっていうのはそれぞれ使い勝手の良さっていうのもあるんですけどやっぱりその動画で同時記録ができるできないっていうのが根っこにありますね。うん、なので、まあ、私ははしばらくは あのソニー一択でいくと思うんですけどソニーの同時記録ができるカメラですね一択になると思うので、まあ、今回、まあ、ちょっと私の、ね、私的なことも含めてお話しさせていただきましたけどシングルスロットであるということってめちゃめちゃ怖いことだよっていうことですね、うん、それを割り切って使う方リスクも承知の上で使われる方は全然いいと思うんですけどそういうことがあるのかっていうのをこの動画を見てね初めて気づいたっていう方は是非そこら辺はねちょっと 考えていいいいただけるとと、まあ、嬉しいかなという,ふうに思います今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価ボタンをチャンネル登録がまだの方はこの機会にご登録いただけますと大変嬉しいのとであと Twitter 改め x とインスタの方もやっておりますのでそちらのフォローもお願いしたいのとサブチャンネルもやっておりますそちらの方のフォローもしていただけますと大変嬉しいです。以上、よでした